の力なんだな。で、下向きます。うん、はい、OK です。うん、うん、今全然眠いても痛くない。30分というかぐらいの短い時間でここまで変わるんですね。変わり方にすごいびっくりしてます。首回して痛くないこととか今までなかったんで。こんにちは。こんにちは。今から施術をしていきたいんですけども、はい、今日の症状をお伺いしてもいいでしょうか。はい、肩こりがすごくひどくて、肩首でひどく固まってそのまま頭痛起こったりまでしてまして。頭痛も出るんですね。はい、今も頭痛は今日は出ては、今日はなくて基本寝る前にひどい感じ、一日動いた夜、うんうん、なるほど。左右どっちが辛いとかはありますか。いや、大体同じぐらいですね。一緒ぐらい。いつ頃からそういう症状ってお持ちでしょうか。長くても3、4年前から結構前、ちょこちょこあるぐらい。なるほど。定期的に何か整骨院行ったりとかマッサージ行かれたりとかそういうのは全然。1回だけ行ったんですけど、うん、なんかこまめに通うのはちょっとなかなか難しくて。なるほど。かしこまりました。あと他にも症状とかはありますか。1週間前ぐらいに仕事で重いものを持ってちょっと腰痛めちゃったみたいで、うん、あ、また残ってますか。そうですね、ちょっとちょっと痛い。そう、反ったりすると痛いかな、うん、あ、なるほど。かしこまりました。じゃあまず動きの確認をしたいんですが、はい、まず首からできる範囲でいいのでこうぐるっと回してみてもらってもいいですか。逆回してみてもらって、はい、この時は突っ張る感じとか痛みが出るとかそういうのはいかがでしょうか。じゃあ動かしにくいですね。動かしにくいですか。OK です。じゃあ今度は横向きになっていただいて、はい、今度首を下向き上向きってやってみてもらっていいですか。はい、下向く上向くはやってみた感じいかがでしょうか。上の時がちょっと痛いです。あ、なるほど。結構猫背ですね。あ、そうですね。めちゃめちゃ昔から姿勢悪いっていろんな人に言われて。あ、言われますか。なるほど。じゃあちょっと腰の動きも見たいんですが、はい、肩幅足開いていただいて、はい、できる範囲でいいので前と後ろ、前屈と後ろ、後屈をしてみてもらってもいいですか。はい、まずは前からいきましょうか。あ、 OK です、 OK です。じゃあ手を添えて後ろにゆっくりと反ってみましょうか。はい、おお、OK、そうです。じゃ全然いかないですね。そうですね。それは痛めてからこんな感じになったかな。いや、前屈とかは多分もともとそんなにいかないです、ね。ああ、ついたことないですね。思ったよりめちゃくちゃ硬いですね。今はどっちの方が、前と後ろどっちの方が痛かったですか。今は後ろの方が痛かった。左右どっちが痛いとかありますか。腰は右より、腰は右の方が。前屈はただ硬いだけだと思いたいです。もう一回無理せずにちょっと前屈だけやってみてもらってもいいですか。あ、 OK です、 OK です。痛みは出ないですかね。そう、痛くは、うん、あと胸張ったらしんどいとかってありますか。肩こうくってするとちょっと長時間は無理ですね。あ、すごい意識しないとちょっと胸も張りにくいかなっていう、はい、ちょっとその感覚だけ覚えておいていただいてもいいですか。はい、今から全部見ていきますので、はい、横のベッドに移動お願いします。はい、上に行くにつれてどんどん痛いです。ここも、ね、左の上の骨から見ていきます。はい、ゆっくりと右向きましょうか。はい、楽にしてたら肩の力をたら、うわ、大丈夫ですか。大丈夫です。左向きます。楽にして肩の力なんだな。うわ、ちょっと引っ張りますよ。はい、一度座っていただいてもいいですか。はい、足を伸ばしたままお座りください。はい、ゆっくりと胸を張ってもらってもいいですか。で、後ろに胸を張ったまま持たれましょう。で、首の後ろ、ここで両手を組んでいただいて、はい、指と指をしっかりと結びましょうか。はい、で、下向きます。顎を引いて。で、脇を閉じた状態、ここから胸を張ります。ゆっくりと胸を張って、
お尻に持たれましょうか。で、下向きます。もう一回脇閉じて、背中丸めて、ちょっと持たれましょう。もう一回背中丸めて、後ろにダーンと、もうちょっと持たれれますか。で、背中もう一度丸めて、大きく息を吸って、はい、吐きましょう。で、肩の力だ。はい、OK、手を押しましょうか。で、下抜きます。ちょっと横向きで正座していただいてもいいですか。こっち向きに。はい。で、また背中丸めて猫背になります。もう少しだけ背中丸めてもらって、このまま猫背の状態を崩さずに、ここに体重全部乗っけてくるみたいなイメージで持たれましょうか。体重全部乗っけてたらと支えてますので、じゃあここでもう一回手を組んでもらっていいですか。指と指をしっかりと結びます。失礼しますね。脇閉じてから、大きく息を吸って、はい、吐きましょう。もう少しだけ背中丸めて、肩の力だ。はい、OK です。そしたら行きましょうか。顎を引いて。ちょっと痛いですね、ここ。ごめんなさいね。これでね、最初と同じように首ぐるっと回してみてもらってもいいですか。あ、え、痛くない。え、すごいですね。痛くない。痛み。最初思わせた時の重さないですね。おー、いいですね。下向き、上向きはいかがでしょうか。あ、でも、なんか痛い感じないです。向きやすいですね。お、そう。痛み取れてますか。すごいですね。よかった。上向いても痛くないです。OK です、OK です。左足を曲げましょうか。膝曲げてもらって。両手引っ張りますよ。両肘を曲げてもらってから、このまま、楽にしてだーっと。で、お尻少しだけ前に行きましょうか。でですね、大きく息を吸って、ゆっくり吐きましょう。ふー。今度逆向きで寝てもらってもいいですか。もう少し全体的に前に来ていただいて、右足、膝を曲げましょうか。両手もらいます。ちょっと引っ張りますよ。両肘曲げてもらって。もう少しだけお尻前。はい、OK です。ではですね、また大きく息を吸って、はい、吐きましょう。上向きで寝ましょうか、はい、足伸ばしたままで、はい、骨盤周りを押していきます、はい、左手をもらいます、はい、一旦腕の力だらーんと楽にして、大丈夫ですか。大丈夫です。手を後ろに回してもらって肘曲げましょう。ゆっくりと後ろにもたれます。じゃあ今度は逆向きで寝ていただいてもいいですか。はい、今度右手をもらいます。腕の力だらーんと楽にしてもらって、一度ね、大きく息を吸って、はい、吐きます。手を後ろに回しましょう。肘を曲げた状態で、後ろにゆっくりと持たれます。
ぐれてる感じが、うん、ほぐれてる感じしますか。します。よかったです。最初押された時の抵抗感自分でも分かる。ああ徐々にね、奥の方まで指が入っていくっていうかね、はい、ほぐれてきたら、椅子をゆっくりと起き上がってください。全部施術が終わりましたけども、はい、ボキボキ矯正は大丈夫でしたか？大丈夫です。音の割に痛くないです。よかったです。じゃあまた動きの確認をしたいんですが、最初と同じようにまず首をぐるっと回してみてもらってもいいですか？はい、逆回してみてもらって最初の回しにくさがなくなってましたね。お、回しやすくなってますか？後ろ回す時とかすごい痛かったんですけど、うんうん、全然痛くないです。よかったです。じゃあ今度横向きになっていただいて、はい、で首をね、また下向き上向きってやってみましょうか。あ下向き上向きはいかがでしょうか？痛くないですね。なんかさっき上向くのめちゃめちゃ痛かったんですよ、この後ろ側に。ほうほうほう。今全然上向いても痛くない。あ、よかった、可動範囲も上がってますね。OK です、OK です。じゃあ今度はですね、肩幅足開いていただいて、できる範囲でいいので前と後ろ、前屈と後ろ後屈をお願いします。まずは前からいきましょうか。 OK です、OK です。じゃあ手を添えて後ろにゆっくり反ってみてもらってもいいですか？あ、あれ、オッケー、今腰は動かした感じいかがでしょうか？だいぶ変わりましたね。なんか上見た時のちょっとだけシャッター見ました。痛みはいかがですか？痛みないですね。お、つっかかりもさっきよりはだいぶマシ、うんうん、よかったよかった。あと胸張った感じとかはいかがでしょうか？なんかうん、なんか先ほどしんどいはない。またなんかちょっと自分にその開くのに慣れてないのがあるかもしれないですけど、ちょっといつもと違う感じだな。ちょっと違う感じはする。OKOK です。矯正術を受けられてなんですけども、はい、全体的な感想っていかがでしょうか？30分というかぐらいの短い時間でここまで変わるんですね。そんなちょっと慣らしたぐらいでこう上向く角度とか変わるの、変わり方にすごいびっくりしてます。あ、よかったです。首回して痛くないこととか今までなかったんで。うん。今まではたまには整体行かれたりとかマッサージ行かれたりとかもされてたんですか？
そうですね、マッサージ整体1回だけと、うんうん、なんかマッサージはちょこちょこたまに通ってはいるんですけど、60分2キュッパみたいな。あ、そうですね、そんな感じの、うん、なんかひどい時はもう帰り道には戻ってきてるみたいな。早いですね。今は大丈夫そうですかね。今はすごい楽ですね、肩も腰も。何よりです。まだね、完全に治ってるわけではないんですが、まあ、定期的にやっていくともっとより良、ね、くなりますので、ちょっと引き続きまたさせていただこうかと思いますので、はいはい、じゃあ今日は一旦ここまでにしておきますので、はい、一度これで様子見ていただいてもいいですか。はい、ありがとうございます。